はい、というわけで春の野沢温泉編周辺ですね、2022年3月の11日金曜日平日です。平日ついてのいいことにぐるぐる回ってます。楽しそうだな。とりあえず今あの前編出して食べたそこの三井食堂さん出発したところなんで、まずそこの日の陰なんだっけ、とりあえずあのリフト乗っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで日の陰フォーリフト乗りました。あのサマーゲレンデでよく紹介してたねところですね。なのであのまあここ、この斜面ね、この斜面はあのサマーゲレンデのあのゲレンデです。あ、顔なしがいる。顔なしさん発見です。はい、あの滑る顔なし言いましたね。うん、でね、このフォーリフト、あの何年か前から新しくなったんですよね、確か。で、あのこのふっかふかのね、あの非常にね、お尻に優しいね、ふかふかのね、リフトなんですよ。はい、あのマジね、初心者をね、ここでね、最初に滑らせたらね、あの他のスキー場行ったら、なんでこんな硬いとこ座ってるんってなっちゃうような気がしますね。うん、なのであのそういう意味でね、おすすめできないかもしれないです。はいよし、じゃあね、とりあえずこのリフト上がって、こっちのあの左側にコースあったんで、そっちの方を滑っていこうと思います。よし、行こう。はい、というわけで、ゲル食食べていきましょう。野沢温泉スキー場のこの日の陰センターハウスの裏にやってて、でこの立地がいいのに夏営業できたのに、なんと夏営業しないっていうね、この食堂久保田さんに来ました。営業時間10時から15時って長いね。よし、とりあえず何がそそるかな。雑煮も良さそうだけど、安倍川餅、きのこ丼、うん、カツ丼、まあ、ちょっと丼物行きましょうかね。というわけで食べていきましょう。じゃあ行きましょう、レッツゴー。はい、というわけで久保田食堂さん食べてきました。いや、あの昔ながらのね、昭和な感じの食堂さんですよね。とりあえずね、パッと見写真で美味しそうだったカツ丼食べてきたんですけど、いや、あれがね、あのカツ丼の肉がね、あのいい感じのね、油の混ざり具合でね、めちゃくちゃね、うまかったね。あれはね、やばいよ。うん、終わった。よし、という感じでね、あの他のやつもね、結構ね、いろいろあっていろいろ美味しそうだったんで、これはね、ぜひね、また食べてみたいと思いました。はい、というわけでこのままゲレルポを続けていきます。レッツゴー。よし、はい、というわけでこの有名な野沢の有名な看板、はい、野沢温泉のこの下、あの道路が通ってるんですけど、今この私の胸ぐらいの高さかな。なので、100、あと着くまで140か、130か、150か、うん、そのぐらいかと思います。よし、まあ、ここら辺で記念撮影のサムネイル撮りましょうかね。あの、撮影としても人気スポットなんで、ぜひとも来てくださいね。特にあの、ここ、雪の少ない年は、あの、ここら辺に立っても、ここまで届かないっていう風な年もあるんで、一昨年とかそんな感じだったね。なのでこういう雪のある年のうちにぜひこうやって写真を撮るといいと思います。よし、じゃあちょっとあのぼっちなんで、インスタ360まででサムネ用の写真撮ります。
高田浦のコースの本当すぐのところからですね。はい。というわけで、ブナ林コース、水無し湯の峰コース。
っと行き過ぎたけど、今のがブナダイ、ムダマヤシ、湯のみね、そして水なしゲレンデでした。はい、そこのリフトまでが水なしゲレンデですね。こっから、超最難関牛首コース入ってきます。はい、ではでは牛首コースの方行きましょう。野沢温泉多分最難関コースかな。覚悟を決めろ、心臓を捧げよう。っていうか完全に冷水板で来る場所じゃないよね。すっごい間違いだけどね。言うときシャバシャバだったし、あ、よし頑張るぞ。映像に残すこの使命のために覚悟を決めろ。じゃあ別コースかな。とりあえずこれはね、次行きましょう。次行くの。マジで次行く。とりあえず牛首コース。聞いた発見の牛首コース。一面コブなんだけど、ライト。あかん。ここはね、そういうコースがだね。Thank you.
い、ここまでが牛首コースでした。はい、新設の長坂ゴンドラです。10人乗りだね。で、やっぱ新しいだけふかふかシート、ゲートとかも全部新しい。そしてスキーとかもこれかけて乗んなきゃいけないんですけど、これあのちょうどいい高さにこのバーつけてあって、まだ傷つかないなんですね。だからあのこれ2年目にして、まあこのゴンドラ何回も乗ってて、今今日の中で一番汚いの当たったなと思ったけど、でもほとんど傷ないですよね。いい塩梅、いい塩梅、いい塩梅じゃない、いい感じのゴンドラです。はい、いや、こっからの景色いいですね。ハイパー疲れた。ノンストック、ほぼノンストックで滑るの、こんなの連発されるね、結構きついですからね。はい、というわけで、まっすぐ行けば、こっち行けば牛首コースなんですけど、今回はクロクラコース行こうと思います。どんな感じですか、長いのかな。なんかね、嫌な予感しかしない。まあそのために板履き替えて、あ、そう、板履き替えてきたんでね、うん、板履き替えてきたからね。よし、じゃあ行こう。まっすぐ行けばいいのかな。で、真ん中にある木がちょっと邪魔くさいけど、まあ多分左右空いてるでしょうね。だから真ん中の木避けながら左右から抜けてって、多分見える感じでずっとこのステージだよね、ズドンって感じですね。よし、じゃあ黙々と滑っていきます。頑張ってみます、頑張ります。やっぱ板変わるとね、難易度が低いのかな。一体以来大事だな。こういうところでね、歩くんじゃね、ちょっと難易度が低いのかな。
よく見て忘れたとこ検定やってんじゃん。検定やってんじゃん。邪魔になっちゃうな。検定か。検定だね。じゃあ、横に行けよ。という感じが、黒倉ゲレンデでした。あー、疲れた。はい、今ここ、日陰、連絡リスト上がってきて、向こう、日陰ゲレンデですね。なんか、煽り文句があるんで、滑ってみましょう。知ってたけどね、ここが急斜面なんだ、知ってたけどね。このリフトの反対側にはコブがありました。まあコブはあんま興味ないんで、急斜面だけ滑っていきましょう。ちょっとなんか、沢みたいになってて面白そうだね。リフトから見られるしね。はい、いいね、いいね、いいね。こういうのがね、いいね。うん、行こう。はい、こんな感じでした。ここコース名わかんないけど、あのタイトルにはつけておいてください。というわけで、日陰、この連絡リフトの横の急斜面でした。はい、というわけでゲレルポ撮影続けてるんですけど、この日陰ゲレンデ横の蒸気車コース滑った段階で、多分ね、動画時間これでもね、全部使うと1時間オーバーになっちゃうような感じするんで、はい、ここで切ります。というわけで、あの野沢温泉ゲレレポ編、春のゲレレポ編、中編はここまでとさせていただきます。中編です。後編、この後、ゴンドラで、長坂ゴンドラで上上がって、やまびこゲレンデ、そしてやまびこゲレンデ、まあ 4,5 本なんで多分回しきれると思うから、下降りてきたら向こうの、あのなんていうっけ、あの長坂ゲレンデだと、その向こう側スカイラインから向こうに落ちる側のコース滑っていこうと思います。はい、という感じで、また次の動画でね、っていうかこの後後編あるから、多分 2,3 日経ったらアップされるから、そっちも見てね。というわけで、また次の動画でね。じゃあね、バイバイ。